もしあなたが映像や写真に興味があるなら、映画のあのワンシーンのような映像を撮ってみたいと思ったことはありませんか？今日の動画では誰でも簡単に今よりも一段クオリティを上げる映画のようなシネマティックな作品を作れるアイテムをご紹介しようと思います。ここまで言えば分かる人には分かると思いますが、あの商品の新作が出ましたので、実際の映像を使ってこれまでの商品との違いだったりとか使い分け、そちらの方をね、詳しく解説していこうと思います。いつもご視聴ありがとうございます。 K フィルムです。今日の動画なんですけども、今日はねフィルターについてのお話をねしていこうと思います。映画のワンシーンのようにというキャッチコピーで多くの方がね使ってると思うんですが、ブラックミストっていう商品があるんですけども、もちろん私もね多くの現場で使っているマストアイテムの一つなんですけど、今回はこの健康さんから発売されているブラックミストに新たなねラインナップが増えましたので、そちらの方をね紹介していこうと思います。まずはね、ブラックミストという商品について、ね、まだ知らない方ももしかしたらいるかもしれないので、そちらの方で、ね、説明していこうと思うんですけど、今ね手元にあります、これ映画のワンシーンのようにというキャッチコピーで、健康さんから出ているブラックミストナンバー5ですね。めちゃめちゃ人気で、一時期ねどこでも買えないぐらい、品薄になってしまった商品で、これ何年前ぐらいに出たのかな、 2,3 年前ぐらいに出たと思うんだけど、まあ、これとは別にナンバー1っていう商品もあって、これはナンバー5、これはね部類で言うとソフトフィルターの部類に入ります。まあね、簡単に言うと写真や映像の、シャドウだったりコントラスト、こちらね、まあ、ふんわり仕上げてくれるよっていうフィルターになるんですけど、まあ、昼間にねつけることも多いんですけど、まあ、どちらかというと夜の、街明かりだったりとか、まあ、なんだろう、車のランプだったりとか、まあ、そういうね明かりに対して効果を発揮するフィルターになってます。これねつけるだけで、まあ、その効果を得られるっていうところで、まあ、人気を博したレンズフィルターではあるんだけど、まあ、今もね、めちゃめちゃいろんな現場で私も使ってます。でですね、今までこのナンバー5っていうのとナンバー1っていうのと、まあ、2種類ねあって、ナンバー1っていうのはナンバー5よりも、倍の効果、要するにこのフィルターをかけて、レンズで、光をね見た時に、まあ、こっちの方よりもナンバー1の方が倍ふんわりしてるというかソフトなタッチに仕上がりますよ、でこっちの方は、まあ、ナンバーワンよりも半分の効果ですよっていうところですね、まあ、よりちょっとこうフォギーというか霧っぽい映像だったりとかもやっとした映像を作りたいときはナンバーワンつけて、まあ、通常はナンバーファイブを使う方は、まあ、私も多いんですけど、まあ、今回ねこのナンバーファイブに加えて新たにね、じゃじゃん、同じね映画のワンシーンのようにっていうキャッチコピーではあるんだけど、健康さんから新しいフィルターということで、ブラックミストプロテクターという商品がね発売されました。これ4月21日に発売されたばっかりなんですけども、実際ね私も買ってみて、まあ今ねちょっと使ってみてます。はい。でまあ、この商品の、まあ、効果というか、何が今までのこちらの、ね、商品と何が違うのかというと、このブラックミストナンバー5よりもさらに半分の効果ですよっていう、でナンバーワンよりも4分の1、これがナンバーファイブがナンバーワンの半分の効果だったので、こちらの方は、ナンバーワンよりも4分の1の効果ですよっていうところが、まあ、一つ、ポイントかなと思います。でですね、これ名前が今までナンバーワン、ナンバーファイブって聞いて、今回こう、ね、プロテクターって名前がついてるんですけど、なんでプロテクターなのかっていうと、要するにですねレンズに保護フィルターって皆さんねつけてる人多いと思うんですけど、保護フィルターのようにプロテクターとしても使えるし、ブラックミストナンバーファイブかのように映画のワンシーンのようなソフトな効果も得られる、まあ、どっちの効果もありますよっていうところで、まあ、ブラックミストプロテクターっていう名前がついてみたいです。まあ、簡単に言うとブラックミストの効果をレンズにねずっとつけっぱなしで、まあ、日中も夜もねずっとつけっぱなしでこの効果を得られながら、プロテクター、保護フィルターとしての役割も果たしますよっていうのは、まあ、この商品みたいですね。まあね、フィルターの効果っていうところで言うと、まあ、さっきもね言った通りこれの半分ぐらいなので、まあこっちをつけると結構がっつりとね明かりがもやっとした感じになるんだけど、まあ、これをつけると、まあ、ほんのりもやっとするというか、まあ後でねちょっと事例をね、見せながら解説しようと思うんですけど、まあ、そういうちょっとソフトな効果が得られるんだけど、まあ、保護の観点から言うとポイントが3つほどありまして、まあ、水滴や汚れを弾く撥水や撥油コートがなされてますよっていうことがまず1つで、フレアやゴーストの発生を防げるマルチコートがかかってますよっていうのが一つですね。で、つけっぱなしにしやすい薄型の設計になってますよっていう、まあ、この3つのポイントが、保護フィルターとしての効果のところに、公式さんにね、書かれてるんですけど、まあ、こっちはね、ブラックミストナンバー5とかの方は、まあ、撥水だったりとか、マルチコートっていうのはもちろんなされてません。なので、通常のまあ、ブラックミストってところですね。で、このブラックミストよりも、こっちの方が薄型の設計になってます。
今ねこれ実際のものを今持ってきたんですけど、同じ 62mm のブラックミストになってます。こっちがナンバー5でこっちがプロテクターなんだけど、まあ、こうやって目視で見てもですね、プロテクターの方が圧倒的に薄いです。圧倒的にというか、まあ、触った感じ、このあの縁の部分がね、こっちはもうこうがっしりと持てる感じなんだけど、こっちはねちょっとこうなんていうかな、指の中に、指が余るっていう感じで、まあほんとね見るからに薄型になってます。まあ、重さはねどっちかっていうとこっちの方が重い気がするな。このプロテクターの方が薄いんだけど、まあ、多分そのプロテクターの効果もこの中には含まれてるので、なんていうかこっちよりも簡単に割れないようにとか、そういう意味でガッチリとした作りになってるのかもしれない。ただね薄さはめちゃめちゃ薄いです。でですね、これってめちゃめちゃ便利だと思うんですよ、今回のねこのプロテクターなんですけど。何が便利かって、さっきもね言いましたけど、皆さんのカメラ、まあ、レンズにねプロテクター多分つけてると思うんですよね、皆さんね。まあ、私も全部の、レンズにプロテクターつけてるんですけど、つけっぱなしにできるっていうのがねめちゃめちゃ便利かなというところですね。まあ、ついついね私も経験あるんですけど、レンズっていうか、まあ、カメラごと落としてしまって、まあ、ガッシャンコやってしまったってこと結構前にもね何回もあるんですけど、まあ、何回もないか、まあ、ちょっとあるんですけど、その時にねこれあのまあ、これじゃないですけど保護フィルターつけてて、保護フィルターが割れて、それでレンズは無事だったっていうことがね結構ねあるんですよ。つけててよかった、これプロテクターなかったらレンズお釈迦様だったなっていうことが過去にね何回かあって、まあ、なのでプロテクターも必須だと思うんだけど、プロテクターとこのナンバーファイブとかをこうつけるってことは、まあ、フィルターが2枚つくことになるじゃないですか、レンズの中にね。それを2枚つけるのをこの1枚の中にまあギュギュッと詰め込んでるっていうところで、まあ、レンズのねその出っ張りも薄くなりますし、まあ、効果も得られながらプロテクターの保護の効果も得られるっていうところで、めちゃめちゃまあ便利なんじゃないかな、便利な商品なんじゃないかなっていうふうにまあ感じてます。でもしね、まあ、何かあった時、まあ、例えばこれガシャンコまたしちゃって、割れちゃったっていう時は、まあ、レンズはねもちろん無事なので、このフィルターだけね交換すれば、そのまま使えるし、まあまあ、レンズねカメラやってると分かると思うんですけど、結構こう触っちゃったりするとかあるじゃないですか。で触るともちろんこう拭いたりとかするんだけど、やっぱねこう経年劣化じゃないけど拭いていくと、やっぱ拭き傷っていうのもねだんだんついてくるもんなんですよ、やっぱこういうものって。なので、まあ、そういう傷が、まあ、そろそろついてきたなと思ったら、まあ、これを交換すればいいんじゃないかなと。で値段もねそんなに高くないんで、まあ、フィルター系のサイズがあるんで、まあ、いろんなこう価格帯があるはあるんですけど、この 62mm で5000円ぐらいだったので、まあ、それは高くないので、まあ、これだけ交換すれば、まあ、レンズも無事だよっていうところで、まあ、絶対保護という観点で保護フィルター皆さんつけてると思うので、まあね、これつければ、まあ、いいんじゃないかなというところで、まあ、すごくいい商品なような気がしてます。はい。まあ、でですね、保護の観点という意味では、まあ、そういう意味で、まあ、つけっぱなしできるんだったら、まあ、それに越したことがないよ。しかも、こっちのブラックミストナンバー5よりも強化であるんだれば、まあ、めちゃめちゃいいよってところなんだけど、まあ、そのね、効果のほどですよね。果たして、つけっぱなしにできるのか、その効果の影響をどれぐらい受けてしまうのか、まあ、もしくは、受けないのかっていうところをね、実際ね、映像を撮ってきてね、あ、なるほどなっていうところが分かったので、そちらね皆さんの方にご紹介しようと思います。はい、まずねこちら昨日撮ってきた新宿の街並みなんですけど、まあ、左からね保護フィルターのみナンバー5プロテクターという順番になってます。で手前の道路の部分はまあねほぼ影響なしかなっていうところ、まあ、このフィルターっていうのは光に対して特に影響を与えるので、まあ、光がないところっていうのはまあそんなに影響がないかなっていうところで、まあ、道路の部分はあまり影響がないよって感じですね。でまあ走ってる車のライトとか奥にある街の明かり、まあ、この辺の看板の明かりですね、特にね奥の光が多く集まっているところ、ここはね通常のものよりもフィルターつけてる2つの方がなんかぼんやりしてるのがわかるとは思います。特にね真ん中のナンバー5はすごくぼんやり感が出てますよね。このね引きの映像でもその効果はねわかると思うんですけど、少しね寄った映像にしてみます。はい、こちらなんですけど、こちらはですね、まあ、奥にある看板を拡大したキャプチャーなんですけど、キャプチャーなので若干ね画質が荒いのはご了承ください。でこの看板の縁の白い明かりのさらに外側ですね、この辺を見てほしいんですけど、左の通常の保護フィルターだけのものっていうのは光の拡散がまあないですよね。で右の2つは拡散、まあ、要するに白いモヤみたいなのがかかってるのがまあわかるんじゃないかなと思います。
まあ、プロテクターの方はナンバーファイブの半分の効果ということなので、モヤモヤもまあ半分程度になってる気がしますね。ただね、プロテクターと通常のレンズ、こちらね比べてみると若干の拡散は見られるけど、まあ、そこまでね気になるほどではないかなっていうふうに感じませんかね。これがね、つけっぱなしにしてても若干の影響だけなのでいいのではと言える部分なのかもしれません。もちろんね、作品によってはナンバーファイブつけますが、そこはプロテクターとしての意味合いも兼ねて、つけっぱなしにするのか、がっつりシネマティックにするのかで、まあ使い分けできるんじゃないかなというふうに思います。次にね、ビッグカメラの看板ですね。これはね、さっきの白い光と違って赤と青の光なんですけど、これに限ってはそこまでどれも影響を感じませんよね。パッと見ね。まあ、感じますよ。まあ、若干真ん中がもやっとしてるなみたいな、それぐらいの程度かなっていう感じはしますが、まあ、このねブラックミストの効果っていうのは、色のはっきりとついたものよりも白くて小さいものの方がより効果を得られるんじゃないかなっていうふうに、まあ今までもね思ってます。だからプロテクターをずっとつけっぱなしにしてても常にねすごく影響があるっていうわけではなくて、こんな感じでねつけてても効果がほぼない場合もありますよねっていうところですね。まあ、さっきのねドールの部分もそうですね。つけっぱなしにしててもしてなくても、まあ、あんまり効果は変わりませんよっていうところで、まあここがねつけっぱなしにしててもいいよっていうところのゆえんかもしれません。でね、最後にこの電球ですね。これはね上から通常のレンズナンバーファイブプロテクターという風になってるんですけど、まあ、さっきのねビッグカメラの色のついた看板よりも白い円球の光ということで、すごくね効果を得られているのがわかるんじゃないかなと思います。光が拡散して円球の大きさそのものがすごく違うのがわかりますよね。でもその程度はやはり半分の効果になってるっていうのがわかるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、いくつかの事例を、踏まえながら皆様の方にご紹介したんですけども、まあね、ナンバーファイブのように大きく効果を得たい、まあ、よりシネマティックな映像を撮りたいっていう時は、もちろんね、ナンバーファイブつけるんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、なんとなくね、ちょっと効果を得たいよ。かつ、レンズも保護したいよっていう時に、まあ、重宝するのが、まあ、こちらのね、ブラックミストプロテクターなんじゃないかなというふうに、まあ、感じますね。はい。まあ、正直ね、これ、つけっぱなしにしてても、あ、つけてたんだっていうのにちょっと忘れてしまうぐらいの効果かもしれません。まあ、とはいえね、何もつけてないよりは効果があるので、見る人が見ると、あ、この映像ちょっといい感じだね、雰囲気いいね、みたいな感じに捉えられるところもあるんじゃないかなと思うんだけど、その効果をブラックミストナンバー5とかナンバー1ぐらい、たくさん影響を受けないので、まあ、つけっぱなしにしててもそこまで気にならないということが、まあ、もう今日何回も言ってるけど、そういうところがね、いいんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。まあ、どうせね、フィルターつけて、保護フィルターもつけてってなると、まあ、2枚よりはやっぱり1枚で完結できる方がいいと思うんで、まあ、ちょっとね、僕の方もしばらくね、これつけっぱなしにして、まあ、昼もね、夜もつけっぱなしにして、まあ、どんな弊害があるのかとかね、まあ、その辺もね、ちょっと検証しながらね、今後もやっていきたいなと思います。でもしね、なんか弊害があったりとか、まあ、ここはちょっと注意するポイントかなっていうところがあったら、またそちらね皆さんの方にお届けしようと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回のね動画は皆さんの映像制作だったり写真のね効果に役立ってもらえたら、まあ幸いでございます。なんかね今日の動画見てね役に立ったよ、良かったよっていう方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、K フィルムでは、今回のね、カメラ関係のことをいろいろやってるんですけど、まあ、皆さんもね、聞きたいこと多分いっぱいあると思うんで、これの検証してくださいとか、これについて教えてくださいみたいなね、ことがね、あったらぜひね、コメント欄の方にも書いていってください。まあ、できるだけね、答えようと思ってます。というわけで、今日の動画は以上となります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。